おはようございます。はい、痛い。まあ、私はここにわけにいかんとでしょ。いいですよ。あら、うんこ腰をね、なんかうんこが落ちてますね。そうか。あらららあらら、らちょっと待ってよ。はい、これはやばいぞ。あ、これはやばいぞ。うんこが落ちてるから。はい、こう座って。どうなってるかな。すまし、ここにおるわけにいかんってでしょ。ここはうちですよ。そうか、ね、よかったけど、お出しください。どうぞ。はい、わからん、まあ、わからんこのやつ。わからんね、ここはうちですよ。そうかい。私は、どれですか。ここに職員さんやろ。私は、はい、あ、職員さんかい。私はむっちゃんです。そうかい。高谷さんの子供です。まあ、ええ、大きくなりましたね。はい、大きくなりました。おかげさんで大きくなりました。ちょっと、はい、立ちますよ。えっち、はい、はい、ちょっとお締め下ろします。あー、すましいお塩かけます。いいえ、ありがとう。おー、うんちが入ってますね。はい、座って。あ、ちょっと待ってよ。ちょっとお尻拭きます。うんちがおしめの中に転がってます。ちょっとお尻拭きます。まあまあ、冷たいやろ。はい、うんちさん、うんちさん、うんちさん、大変なこっちやね、これ。今日のうんちは硬いから楽だよ。よし、座って。はい、いいですか。うんちさんが入っちゃう。あらら、まあ、すみません。どうすればいいかわからん。わからんね、はい、何もしなくていいよ。どうかしらんね。分からん。何も分からん。分からんね。はい。1たす1は2回。あ、分かるやん。すごいすごい。すごい分からなかった。分かるやん。すごいよ。うん。もうおかしなし。はい、座って。ありがとう。お世話かけます。いいえ。着替えたら、顔洗ってご飯食べまーす。まあ、そうか。はい。寒くなったね。よし。あー、すまし、ありがとう。いいえ。よっしゃ。よし、さて。はい。助かりました。助けました。ありがとう。はい。ここはどこですか。ここはいいでしょ。違います。ここはうちです。あ、高橋さんのうちです。ほんならおっていいかな。いいです。はい、私は誰ですか。覚えか。悪いわって。悪いけど覚えない。顔は覚えてるけど。私はむっちゃんです。むっちゃんじゃねえとか。違うこと。違うことある、うん、私は高谷さんの子供です。そうかい。はい、4番目の一番下の子供です。本当かい。本当です。違うこと。違う。この顔は違いますか。わからん。はい。あ、すみません。じゃあ顔を洗ってご飯食べたら思い出します。そうかい。はい、ありがとう。1、2、1、2、1、2、1。はい、皆さんこんにちは、ムッチです。あ、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日は11月の最終の週になります。で、非常に天気がいいの でちょうどもう紅葉も見頃というかもう終わりかな。そういうことで今日は紅葉ドライブ、ばあちゃんと来ております。はい、ありがとう。はい、国
横の江インター大分自動車道を降りまして、それから県道40号線に乗って、瀬の本方面に向かっております。目的地は九十夢大吊橋になります。はい、もうだいぶここ辺は結構綺麗な渓谷になっております。もうちょっと行ったら給水系というところになります。綺麗とこね。結構ね、道がぐねぐねしてる。やっぱ見て多いから多いやろ。で、この夢大吊橋というのはですね、2006年10月30日に開業しました。で、もう16年になります。平成18年ですね、開業は。で、日本一長い吊り橋ということで歌っておりましたが、2015年に静岡県のスカイウォークというのが吊り橋ができましたので、あちらの方が10メーター長い、400メーターですので、綺麗なとこやね。これ綺麗ね。日本一の長さはスカイウォークの方に軍配が上がりました。綺麗とこね、これ。しかし高さがですね、橋の高さが170メーターということで、それはまだ日本一ということで、日本一で歌っております。未来とこに来たね。当初ですね、建設は1957年ぐらいに計画というか、そういう話を商店街のある人が、一人の人がそういうことを言ったら、そういう夢のような話はするなということで、現実になるわけないだろうということだったそうです。それで橋ができたので、できた時にその夢のようなことが現実になったので、夢大吊橋という名前になったそうです。結構ぐねぐね曲がっとるよ、ここは。すごい、うわ、車も多いね。多いね。見物方々多いね。で、これ建設費が20億かかって、そのうち実際なんか負担したのが7億8000万だったんかな。補助金とかが出たんじゃないかと思いますけど、7億8000万を9年間で返済する計画が見込みだったそうです。それが、もうあまりにも好評で2年間で完済しました。最初ですね、できて9日後に10万人来たそうです。そして24日後にはもう年間の目標30万人がもう9日後に来たそうです。相当な人気ですね。で、入場料がもう1人500円です。それでもう早く完済しましたから、ここの江町の自治体は余裕があるから、中学生までは医療費を無料にしたそうです。まあ、えらいとこやね、これ。ドライブイン着きました。わ、車が多い。ちょっと寄ってみろ。はあ。これ平日なのに相当多いよ。はあ。駐車場が満杯。給水系というところに到着しました。紅葉百景給水系に来ました。すげえ、こんな感じ。すげえわ。たくさん車がある。平日なのに車がすごい、たくさんの人が紅葉を見に来てます。これがあれだ、甘めの塩焼き串団子。うわ、すげえ。マイナス4がたっぷりきます。夏に来たらいいやろな。はい、給水経路を出まして、5分ぐらいしたらもう夢大吊橋到着。はい、もうじき見えてくると思います。ここ、橋があるぞ。
そうそう、大きな橋があります。はい、来ました、到着です。わー、ここですよ、おばあちゃん。ほー、わー、大吊り橋かい。 あそこに見えてきた。ほー、うわ、多い、多いね。平日なのに多いね。すごい、未だに人気がある。お土産もウイロじゃろ買いちゃえ。あ、やっぱ見て多いね。よし、到着。はい、帽子かぶっちゃった方がいいかな。見えた？あ、あそこよ。あれが海大吊り橋。あそこ。あそこは大吊り橋。あ？あそこ大吊り橋。大吊り橋。うん、あれが吊り橋よ。あれがや。うん。あれの渡らねえ。ああ、はは。へえ。榎木隆さん、確か絵描く人じゃない？あの俳優の。はい、すみません、大人2枚、はい、2枚、はい、はい、どうぞ。これがいると、うん、ここがなんかよく見る写真スポット。うん、まあこうして見ると結構長い、390m。橋桁が、うわ、橋桁が結構高いね、やっぱり。うん。えらいとこじゃんね。メイドの土産はできたよ。はい。はい。じゃあ橋渡ります。どこに橋があるの？そこに橋があるやろ、横に。本日は整え夢大吊り橋にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご来場のお客様にご案内申し上げます。入り口ゲートから先はペットを連れてのご入場をお断りさせていただいております。また入り口ゲートから先禁煙となっております。おタバコは灰皿設置場所をご利用の上、入り口ゲートから先の禁煙にご協力をお願いいたします。なお、ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いいたします。橋の上を通行されるお客様へお願い申し上げます。通行の際は走らず、足元に十分注意をしてお進みいただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。また、あそこ、あそこ見てごらん、滝があるの。
左滝でね、日本の滝百選に選ばれた神道の滝。はい、ありがとう。あちら側にも滝があって、あちら側は女性の滝で、こちら側は男性の滝。はい、帰る。はい、真ん中あたりに来ました。うわ、これが 170m、 すごい。夢大吊橋の概略図。はい、長さが 390m、 幅が 1.5、 高さが 173、 180人乗っても大丈夫だそうです。で、この方が発案者。56年に橋を架けたらすごいということをこの方が、商工会の方が発案して、長い年月を経て2006年に完成ですね。それでできっこないということをやり遂げたので、夢を実現した橋として夢大吊橋という名前がつきました。朝大変ですよね。うん、何でも証明書というのがありますね。はい、美味しいと美味しいね。美味しいですか。うん、うん、ブルーベリーソフトクリーム。どこへ。うん、ありがとう。はい、大吊橋行ってきました。どうでしたか。大吊橋どこやったか。そこや、そこに見えるやん。あ、そこかい。その大吊橋。うん、行ったや今。覚え、あそこほら覚え。うん、行ったの覚えてない。うん、うん、今そこに行った大吊橋も覚えてないそうです。そうかい。そうかいかい。じゃあ帰りますか。はい、ありがとう。はい、はい、今山並みハイウェイに入りました。そうね、はい、見たことの多い九十連山がバッチリ。ばあちゃん、あれ九十の山よ。あ、そうか。ここがもう定番のあのツーリングスポットになります。もう皆さんバイクできた時はもうここで、もうちょっと行ったところに長者番の看板があるから、そこがもう映えスポット、写真スポットになります。すごいやろ、まあちゃん、この景色がすごいやろ。すすきのも綺麗やし、場所がいい。達成しましたので無料になりました。
ことになります。えらいとこに、はい、九重連座がよく見えます。なあ、はい、ここがあの長者丸の映えスポット。もう後ろにもう車が来てますけど、あれ外国の方やん、レンタカーかな。はい、九重連座がよく見えます。なあ、あそこ、うん、あそこはもうレストハウス、レストラン、瀬の本高原レストランになります。はい、今日は給水系に行って、それから九重夢大吊橋に行って、それから長者丸に行って、それから牧野戸峠に行って、今瀬の本に来ましたけど、大変じゃったね。大変でしたね。はい、これ我が家で採れたさつまいもです。そうですか。なら私少しください。はい、もう毎日ばあちゃんも一緒に取ったとよ、さつまいも。そうかい、覚え、覚えん、はい、はい、少しください。少しでいい、少しでいいですか。少しでいい、あ、もったいない。僕は息子ですよ。もう息子さんだよね。息子さんじゃ、あんた敬語を使うけど僕は息子よ。はい、ありがとう、いただきます。はい、どうぞ。はい、ということで今日はおいしかろうた、平日ですけど天気が良かったので、はい、母と紅葉ツーリングに来てみました。もう紅葉は終わってました。うん、紅葉がねもう綺麗に見えるかなと思ったんですけども、紅葉はすでに終わってました。もうちょっと早く来れば良かったですけど、はい、ありがとう。はい、じゃあそういうことで、はい、ありがとうございました。今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあさつまいもを食べて帰ります。はい、私言われます。はい、どうぞ。職員、ブラック職員じゃないですか。私は職員じゃありません、息子です。高江さんの息子です。そうかい、ありがとう。むっちゃんです。そうかい、そうかい、まあ、それがわからんと。いや、わからんて、わからん、わからんてよね。ああ、せっかくにセフレッシュありがとう。はい、もう母はもう息子のことが誰かもわからなくなりました。はい、はい、ありがとう。はい、じゃあそれで終わります。ありがとう。失礼します。お世話かけました。はい。